模型用グローエンジン。模型用グロープラググローエンジンとは燃焼室に露出したグロープラグの熱によって燃料と空気の混合技の熱面着火を行う内燃機関の一種。英語ではグロープラグエンジンと呼ばれる。2ストローク機関と4ストローク機関のいずれも存在する。現在は模型飛行機のエンジンとして多用されている。火花点火式。 ガソリンエンジンと同じような構造であり、シリンダーヘッドに火花点火用のプラグの代わりとして、グロープラグが取り付けられている。キャブレターを持ち、噴射ポンプを用いない。キャブレターによりアルコール系燃料と空気との混合儀をあらかじめ作って、シリンダー内に混合儀を吸入し、点火には電熱線を組み込んだ、グロープラグを用いる。始動時のみ。 グロープラグに通電し、電熱線のジュール熱によって混合技を添加するものである。指導後は、焼き玉エンジンの焼き玉と同様に、プラグの熱が維持される。点火時期は、ほとんど自然に決定され、調整不能である。小型の模型用エンジンはシリンダーそのものが小さく、火花点火用のプラグを組み込むことが事実上、不可能であるため、現在でもグローエンジンが主流である。特に、 ラジオコントロールの模型航空機においては、近年まで他に適当な動力が存在しなかったことから、ほぼ、グローエンジンの独占上であった。かつて、模型用グローエンジンは2サイクルが主流で、排気量 0.2cc 程度の超小型のものから、30cc 程度のものまで存在していた。しかし、現在では3から 4cc 以下のものは、多くが、 リチウム電池とモーターの組み合わせにとって変わられつつある。燃料はメチルアルコールが主成分で、それに潤滑油として、まし油などを燃焼促進用の添加剤として、ニトロメタンなどを混入したものが用いられる。現在、模型用で使われるグローエンジンは、焼き玉エンジンとシリンダーヘッドの構造が異なる。グローエンジンは、火花点火式。 ガソリンエンジンと同じような構造であり、スパークプラグの代わりにグロープラグがある。焼き玉エンジンの焼き玉のような複質を持たない、グローエンジンのグロープラグは、エンジン始動時にだけ通電して、ジュール熱を発生させ、その熱で混合器を熱面着火して始動する。焼き玉エンジンの着火も熱面着火で同様であり、 着火後の燃焼も予混合燃焼で同様である。しかし、混合技を作り出す場所については、グローエンジンが火花点火式、ガソリンエンジンのようにキャブレターを用いて、シリンダーに入る前に混合技があらかじめ作られるのに、対し、焼き玉エンジンは、焼き玉の熱で燃料を気化させて、シリンダー内で空気と混合させ、混合技が作られる。また、グロープラグは、 混合技の点火装置としての役目だけであるのに対し、焼き玉は燃料の気化装置も兼ねた着火装置であることが異なる。ありがとうございます。